イボマレクは、クロアチア、ザグレブ生まれの、フランスの現代音楽、電子音響音楽の作曲家、指揮者で、音楽教育者。ザグレブで、クラシック音楽を学んだ後、唯一無二の詩である、ピエール・シェフェールに出会い、現代音楽及び、電子音響音楽の制作に携わる。1972年から1990年まで、パリ国立高等音楽院の作曲家教授を務めた。 1959年に創設されたフランス音楽グランプリの1992年受賞者である。シェフェールの影響を受けて、以降は音楽処方と寄付法の変革に心血を注ぎ、音質、テクスチャーやグランなどといった持続音の素材に興味を示した。彼の足取りはシェフェールのオブジェソノールと結びつけられる。 思いがけない方法で気楽と声楽を結びつけたり、時として凶暴でありつつも、音楽的で生命力に溢れた音楽を電子音、気楽の響き奏法において生み出し、電子音響音楽の作曲技法を楽器法にアイデアとして応用した。主な弟子に、ドゥニ・デュフール、松本・日野春、フランソワ・パリ、ジェラール・ペッソン、フレデリック・デュリュー、フィリップ・ルルー、フィリップ・ユレル、エディット・カなどシズイなどがいる。 2006年、レジオンドヌール・シュバリエ賞を受賞。イボ・マレク氏去レダクション2019年9月3日記事、ザグレブラジオ局に音源が現存、楽譜消失2001年、バイブラフォーニエータに改作第2版は1962年制作、未出版。マレクのクラブさん即興演奏をテープに収録した、モノ・ GRM 主催の演奏会ルファムのために、書かれたもの。テープは、マレク。 フランソワ・ベール、リュック・フェラーリ、ベルナール・パルメジャーリの共同で作られたものに基づく、フランス国立還元学団、シャルル・ブルック式により、1964年初演。イナ資料学賞室、録音は、GRM に保存フランスラジオテレビ放送協会移植作品ルマナ及び、リートと共にピエール・シェフェールに検定。 GRM 移植作品3つの L の1作品、フランス国立視聴覚研究所資料、レフラの素材より、GRM にて制作、フランスラジオテレビ放送協会移植、GRM にて制作フランス国立、放送室内還元楽団、ダニエル・シャブランにより、1975年6月12日に、初演、稲資料1984年4月10日、 シャンゼリゼ劇場にて荘園。シーキンセス1960より改作フランス政府、移植。ありがとうございます。